手まり花、炎天に貸したれなく、静止の。この句では、手まり花が炎天に頭たれなく、青紫のという形で表現されています。まず、手まり花とは、別名、アジサイであり、日本の伝統的な花の一つです。この句では、手まり花が炎天灼熱の夏の日に咲いている様子が描かれています。そして、 季節の移り変わりや命の儚さを象徴的に表現しています。手まり花の儚い美しさが炎天下で一層際立ち、夏の季節の特徴を表現しています。これは季語や季節感を大切にする伝統的な表現方法です。ご視聴ありがとうございました。